マノッチです。違法賭博録水原やっていきましょう、ルールの変更特になしです。はい、今日県大会準々決勝、岩手大付属前評判 C ですね。はい、頑張りましょう。ちょっとわからん。準決もまとめて撮るかわかりません。はい、まあ、動画の尺見れば撮ったかどうかはまあ皆さんわかると思うんですけども、今現在俺は分かっておりません。はい、コメント読んでいきましょう。対エースについて、球速148キロ以上、コントロール C 以上、変化球の総変化量が8以上らしいんで、まあ、マノッチのよくある18番投手だろうが関係なく能力で発動するかみたいになりますと。なるほど。ってことはまあどうでもいいんだな、背番号は。翼くんね、なんか中身が大谷選手だから11番と思ってたけど、翼くんって考えると10番がいいんだよな。天才肌の急成長、固有戦術なしでも使えるのどうですって言ったの僕なの、どうなったんですっけ。一応ルールに沿います。ルーレット通り、あの固有戦術の有無でなしを引けば、試合中は使いまー多分使いません。多分、うん、なんとも言えない。なんかもったいないんだよな。もうガツガツ強くしたいという気持ちの方が今強くて、ちょっとわかんない。まだわかんない。逆流性食道炎になったんですね。なったかどうかわかんないけど、なんか症状的には調べたらそこだったかなって感じかな。でしょうねと思いながら、僕も飲酒などでリスクが高いのであまり笑えません。マノチさんの場合、圧倒的な早食いとヘビースモーカーがおそらく原因なのかなと思います。もうそこ疲れたらな、納得しちゃうな。早いし、なまらタバコ吸うしだもんな。だからといって治らないもんな。治す気もないしね。概要欄より、納豆巻き何センチまで食べられますか。太さにもよるけど、いやー、わからん。全く想像つかない。30センチくらいいけんのかな、もっといけんのかな。50センチはそう、50センチくらいいけそうな気するな。野暮なこと聞きますけど、いつものマノッチを考えたら取りだめになると飽きる期間が出てきますが、今回は試合が主だったので効果を歌うのは何回目で飽きましたか。全然飽きない。毎回違う効果毎回新たな効果を生み出してるつもりでいるから全然飽きない。ビーフシチュー、ホワイトシチューはご飯のおかずにはどうですか。なる。あの、俺ご飯にかけたい派。スタメン争い激しくなりそうなので、お褒め禁止してしませんお褒め禁止はしません。調子によってスタメンいじってほしいです。ああ、今俺な、天才優先でいじってるからな、調子優先とかでいじるのもあれ面白そうだね。翼くん卒業次第この企画は終わりですか。そうですね、あの翼くんの最後の夏で終わりかな。まあ、そこから俺が個人的にバーって進めて、また何かしらのエンディング流してみたいな流れになると思います。よし、行きますか。マッサージチェア、はい、美咲だな。急成長疲れるかもしれないからな。いや、この2人出さないどっかな。ちょっと、あ、まあ、代打とかで出して急成長使うみたいな感じか。はい、こんなメンツですね。ルーレット、固有戦術の有無です。スタート。戦術というか、まあ、そこら辺が楽になるっていうのもそうかもだけど、単純に急成長のために引きたいよね。まあ、いつも通りですな。なしですな。打順シャッフルでーす。シャッフォー。はい。はい、オーダー組みました。サンデーちゃん、星700とかいかねえかな。野手能力ガンガン上がっていけばいくかな。ワンの弾道上げろってコメントあったな。まだ2なんだ。
まあ試合展開次第だな、尺次第というか。今日が終わればベスト4が決まるということになります。地区大会準々決勝の模様をお届けいたします。まああとあれか、次の相手のレベルか。三塁側桜島、甲子園大会へ向け、じゃあいよいよ正念場を迎えました。さあ準々決勝プレイボールです。うん、いいね、ナイスホームランだ。桜島リードで迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で三崎、マウンド上ピッチャーは辻。いや迷うな急成長だけは使いたいな。どうする、あの予報賭博録っていうタイトル取る何にも違法しねえしさ。ちょっと待って、この試合中に考えさせてくれ、考えさせてくれ、この試合中に決める、急成長をありにするかどうか。もう決めた、ありだ、ありや、ありや、よし、いいよ、俺がルールだ。もったいないもんな。そうなってくるとヒューガ・シュナイダーもな、どっかで出したいですな。あ、走ったんだね。調子に行こう。はい、ここは引っ張りに警戒します。慎重にはするわ。切れていきます、ファール。慎重で打ちました。佐々木下がっていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。今のところうちの学校で一番ホームラン打ったのって橋詰めの11本とか10本とか そんなもん。はい、ボールはライナーライナー、取りました。三塁はどうか。7尾あたりそこら辺の記録超えてほしいな。バッターは3年生月島、桜島追加点のチャンスを迎えています。はい、初球を打った、ピッチャー返し、セカンドこれは守備範囲内。いやー入りました。3対1、力強さゼロだけどな、結果的にヒットだ。いいよ、よし、どうも打とう。どんまい。スリーアウトになります。5回の試合のペースはいいですな、早いですな。しました、いい当たり、バッチ、三崎君打つね。三崎ナイスバッティングです。あとあのキャプテン翼知らない人には申し訳ない話なんだけどさ、天才枠シュナイダーと見すぎで迷った。そして今間に合う。よしよしよし。桜島。サンデーちゃん打とうぜ。初球スクイズ。掴んだ、ピッチャー。いや。スクイズ成功。桜島1点入りました。見すぎがいれば。三崎、松山、三杉の 3M 作れたんだよ。 3M 知らないしもんね。キャプテン翼好きな人なら 3M 作るべきだってなると思うんだけどさ、そんなコメント一切来なかった。みんなあんま知らないのかな、キャプテン翼。ホームラン見たいね、積極的に行こうか。あ、落ちる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 。エナバッチ、ちょっと待って、ヒューガ・シュナイダーどっから出したいぞ。ツーアウト、答え、ヒューガ、ピンチヒッターはヒューガ。はい、さあこの打席で急成長できるか。引っ張れ、落ちました、落ちればいいな。取って
惜しいね。3アウトチェンジ。6回のそのまま守備いきますか。大丈夫よ、ツーアウトよ。盛り上げ。一二塁歓迎。長尾ボールを取る。長尾自らベースを踏んでスリーアウト。ここって代打出したら操作できない。わからんな。できなさそうか。サードはニノがいるから変えやすいんだよね。やめとくか。センター返しだね。足打ち。鈴木取りました。あ、危ない。これでワンアウト。ランナー。あ、操作できるんだ。あ、じゃあ俺もここで代打出すわ。はい、代打はカール。天才がさらなる成長を遂げることができるか。タッチセーフ。で、ショートにナイバッチ。抜けた。ニノですな。カール、いいバッティング。7を打とうぜ。あ、ちょっと強振転がせるみたいな。ホームラン出ねえか。いや、どっかでね、見ては見たいな、強振転がすのホームラン。サンデーちゃん頑張れ。あー、惜しい。A2 のショート。ヒューガも変えるか。島とはだいぶなんか打率上がってきたな。月島、ミートですか。はい、いや、どうすっかな。これでツーアウト。試合1本で終わりかな。1本、1試合で。スリーアウトチェンジ。デレイ。助言。桜島。ふい。6の打たせて取りいくか。関係だな。インコースのボール左へ。切れていきます。ファール。一塁タッチセーフ。フラフラッと上がった。ショート落下点。細かなこと覚えてないけど、星の数で言えば、俺過去の栄冠から数えても多分サンデーちゃんが一番星の数多い気がする。先くんファイト。つけて打った。ナバーチ。ミサキナイスバッティングです。打ちました。バッターは2年生。いやーというか9回ごめん犠牲ぐらいする。犠牲フライ。うまい、知らない。サンデーちゃん変える。いや、ちょっと待って、怖いな。三村が怖いんだよな、ピッチャー。正直出すならサンデーちゃんサードに残したいな。サードできるやついんの。あ、百瀬ができるのか。うん、そうね。サンデーちゃん残して、三村いきますか。あ、間に合うよ。いいね。ワン君ファイト。球地引っ張った。
ナダッチ直撃、桜島さらに1点追加、ワンタイムリーツーベースヒット、桜島なおもチャンス、バッターは1年生翼、今日はここまで4打数1安打、バチコンででっかいの、前に投げた、ライトバックホームラン、桜島リードを8点に広げます。うちの控えピッチャーと仙道か、仙道は何かあった時のために守備能力しか出てねえもんな、ピッチャーとして使えないもんな、強い当たり伸びた伸びていった、あれはそうな、9回けどいろいろできますよ点差的に、三村だな、16茶セカンド行こうか、頑張ってみようか、守備ね、あの正直下手っぴでも盛り上げ使えるから、これが一番いいな、ビシッと抑えてほしいですな、成績的にはまあパッとはしてないけどね、好きなんだよな、なんか三村見た目ね、バッターは初球を打った、いいよ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 、すんなり来てますよ、バッターは外野できるやついねえからな、翼くんマウンドに立たせるのもしんどいな、頑張れ、打った、これは強烈、さらに見上げた、バッターはダイレクト、まあ今のホームランもしかしたらもう俺がストライク取れやり続けたからかもだな、準々決勝戦を勝利しました、今のホームラン俺のミスかな、私は1試合で終わりだな、三村な、一応まあ次の世代の先発任せようと思っての翼くんではあるけども、三村もな戦力としてカウントしたいからな、あれヒューが全く成長してない、あヒューがいたいたいた、総力上がってるね、はい、サンデー君超ノリノリ素晴らしいです、おい道のくの稲妻めちゃめちゃかっこいい、せーのドン、ま、いやーごめんちょっと俺ね時間的に無理だわこれ以上取るのが、D かまず負けねえよな、決勝は決勝だけで取りてんねんな、一回カットし、一回カットするわ、また撮るわ、はい、いろいろやって戻ってきました、もう時間はあるぞ大丈夫だぞ、はい、前評判 D、はい、ここやって、終わりましょう、はい、相手の学校なんて名前、俺読めそうな名前だった、そうだな七尾で行こうか、あ、翼くん翼くん、うーん翼くん先発行きたかったんだよな、いやサンデちゃんも行くか、あ待てよ、シュナイダーと、ヒューはこういう感じで出そうか、いやー翼くん行きたかったな先発行ってみるか、
ますか。こんな感じかな。打順シャッフルです。シャッフォー、はい、オーダー組みました。これでいきましょう。三崎2番ってかっこいいな。よし、まあ一つ一つ勝利を積み重ね、試合展開によってはちょっとサンデーちゃんは出さずに行ってみたいかな。お願いします。陸中、多分俺普通に読んで読めねえわ。ご覧のスタート、いいね木島。ここの音がつかないかな、あの先頭打者ホームラン。いやーこれちょっと調子悪くても翼くんにはちょっと抑えてもらいたいね、このレベルは。いいなキャッチャーへ。まああの眉村とかサンデーちゃんがいるってのもあるけど、月島のキャッチャーってめちゃめちゃでかいよな。頑張れい。草薙ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、どんまい、アウト、スリーアウトチェンジ。なんやかんや抑えれてるな。取りました。どんまい。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト。さあ、翼くん打とう。打球を使うか。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。翼くんのホームランみたいな。まあまあまあそのうち見れるんだろうけどもね、1年生のうちに見たいな。なんやかんや抑えれてますよ。ショート右横のゴロ、一塁送球、いいね、スリーアウトチェンジ。なんかこうヒューがシュナイダー三崎操作が欲しい。ワンアウトか。盛り上げるか、盛り上げるでいくか。はい、ゲッツ。いいね、ダブルプレイ、スリーアウト。来た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 。さあここを乗り越えて成長したい。あれ俺さで出してるもんな、ヒューはしないだな。いや操作できるかな、これ代打の方がいいのかな、急成長を使うことを考えたら。スタメンで出しちゃうとね、操作できないこともあるっちゃあるもんね。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、月島今日はここまで3打数1安打。いっちゃい、低めボール球、マダッチ、レフトバックホーム、桜島1点入りました。ガンガン点取ろうぜ。タイムリーヒット、これで今日ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、7決ホームランが出る気がする。ダメ押しといきたいところ。頑張れ、ヤバッチ。中継、次誰だ、さらに1点追加、水田。はい、さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。つなげ、来ました、三遊間の当たり、一塁へ送る。あ、間に合うんじゃない、惜しい。スリーアウトチェンジ。7回、ヒューがシュナイダーの操作ができない。あ、シュナイダーだな。さあこの打席で急成長できるか。タッチセーフ、一塁タッチセーフ。あとヒューガの操作はちょっともう難しいかもしれないな。
抜けた、ただち二塁決定、三塁へカール、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げ、ワンアウトランナー二塁三塁代打まして、翼、お疲れさん。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。松山君いこうか。ピンチヒッターは松山、ラッキーボーイ。さあラッキーボーイの本領を発揮することが出るよ。前進守備の間、田中ボールを取る、どんまい、アウト。ちなみに松山君のイーグルショット、最初はね名前違ったね、北国シュートの名前だった。持ち前の強心臓が力を発揮するのか、知ってるかいみんな。ナバーチ、2塁ランナー3塁回ってホームに、あと1点か、2点入りました、6対0。決めちゃいたい気もするな。三崎で決めますか、決めちゃっていいぞ。いいね、記録はショートでエラー、ショート月島で決めちゃおう。キャッチャー取れない、続き桜島、この回3回目、7対0、コールド勝ち。桜島夢の甲子園が近づいてきました。あっけない幕切れです。あざした、準決勝を制しまして決勝進出を決めました。で明日決勝やって甲子園直前まで進める感じか。もう勝つこと前提で喋ってるけどな。先頭打者ホームランとかついてほしいな、得のな。なし、なんだっけ、先頭打者ホームランじゃないよね、得のの名前 なんかあるよね、そんなやつね。お、美咲くん流し打ちになりました。流しそうだもんな、美咲はな、似合う。はい、1、そうなのよ、ジト君でね頑張るんだよ。導入しよう、いっぱいあるからな。超スローボールとか欲しいな、ツーシームがいいかな、どっちかがいいな。ツーシームがいいな、ツーシームにしよう。この辺はないらないんだよな。なんか理想を言えばさ、あのパワーヒッターとかそういうの欲しいんだよね。これで 何個買えます。あ、1個しか買えない、じゃあいらない、舐めらない、はい、ほい、ほい、せーの、ドン、前評判 C、 大船渡、大船渡、ごめん全く読めない、全く読めないな。1年生投手、翼、8回0分。いいですな、かっこいいですな、まあ、ちょこちょこヒット打たれたけどな、調子悪い中頑張ってくれたんじゃないか。はい、終わりましょう。明日全く読めません、大船渡。決勝ね、頑張りましょう。はい、終わり、さよなら。